はい、半間洋先生です。2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間洋先生です。人間絶対からの圧倒的な妨害によりですね、もう自分の頭のノウハウをね24時間人間たちが妨害のために監視するという戦いでね妨害の戦いの中から頑張ってやっております。ただね私のが強いみたいなんでなんとか生きております。まだ11連敗しましてこちらは30日間の分析とこれ1日の分析ですね。今日立ち上げたら 2連勝目です。こちらですね GBP USD が下がって上がって勝ちました。勝率は 78% ですね。事実上は 81.8% なんですけれどもね、最初の短期の場合は成績が落ちるようになってます。ポジ数が少ないとね、勝率が上がらないんでそういう計算もされてます。で、こちらは1ヶ月で同じですね。同じ具合で 70% 以上 10ピップス以上の分析でやってます。これ1ヶ月間なんでねかなり気長で。でこちらはまた立ち上げ直しました。2本ぐらい負けましたね。で調整し直しました。こういう風な設定でも2本ぐらい負けました。でこちらは今日だけの1日だけの分析では今2連勝ですね初めてからね、そういうことです。厳しいけれども年金食うの嫌だということでね来年年金食うの嫌だと今年稼げる目処つかないとでまた稼げないと食っていけなくなります。年金なくなっ年金で私の年金3万しかないんですよ月。だからきついですよ。60歳でもなっちゃうとね。で65からね基金が入って6000プラスされて3万6000ぐらいになるんですね。それでね親の家賃のがね妨害で外されました。で、ね、僕は大家として家賃貸してるところのね物件にお客さんが全員3人だけになってしまいまして追い出されました。収入がゼロになりました。不動産収入がゼロになりました。そんな厳しい中で当てにしていた年金生活が少なくても食っていけるという生活がなくなりました。でたった3万1000ですね、来年からもらうとね。だからちょっと生活できないんですよね年金だとね。それで65から、まあ、5000か6000プラスになるんですね。松下電器に入った時の基金が5000ぐらい入ってきますね。だから3万6000ですね。45歳から基金が5000ぐらいプラスされます。3万1000からね後からね5年後ね松下電器に入ってた時の年金ね基金が入ってきます。そういうことでね大変少ない額なんでとにかく1億くらい稼いでねそれで戻さないといけないですね。それで終身保険が入れなかったです。入れてくれませんでした。体の状態でねと妨害で私の妨害で殺されるって入院したって殺されるからねそういう立場なんでね。そういうことで両方ありましてね、審査は通りませんでした。そういうことで報告しておりますけれども間に合うかな。今日は12月7日ですね。金曜日。12月7日金曜日ですね。
霞でね、日曜日はね、1割引きなんですよ。消費税がかかんないの。土曜日の、11時までかな。朝ね、スーパーに行くと、ね、年金、定額の人、あんまり稼ぎが少ない人がたくさん来るんですよ。霞のね、大飯店、スーパー霞。私は鉾田なんですけど、鉾田にいくつもあるわけですね。で、そこ行くと1割引きなんですね。それで、食事を都合しております。早く億万長者になりたいね。早く稼いでいかないときついという状態ですね。保険も入れなかったんでね、終身保険。もう、アクセスさんは拒否されましたよ。私はね、心臓がね、麻酔薬に弱いんですよ。その代わりね、長く生きやすい心臓なんですね。だからプラスなんだけども、AB ブロックモービット2障害と言われてます。それから尿管結石を、胆石ね、食べ物好きなんで、脂っこいもの好きなんですぐ詰まるんですね。胆石としてね。で、私のは下の方に詰まるんで、いつも。そんなことでね、書いたら、審査受かりませんでした。正直に書いたんだよね。だから、おまけしてくれればいいと思うんだけど。で、実際はすごく健康だということだね。普通とか健康なんだよということでね、お伝えしてるんだけど。仕事柄ね、1秒間ぐらい、これは書かなかったけど、1秒間気絶するんです。これ健康だじゃない人だったら死ぬんですけどね。重圧が高いんです、貴族なんで。世界中の責任者とか重役とか責任が負担かかるのが世界一多いんですよ。本物の貴族だからね。そういう